元総理大臣の海部俊樹さんの訃報から新進党の党首になった時に初めてお会いしました。その時私は新進党の広報企画委員長の鳩山邦夫さんの秘書で、その後ですね、事務所が仲良かったので海部さんともいろんな形で食事をさせていただいたりご縁を結ばせていただいたんですが、現役の総理というよりも野党の党首、それからまた後に自民党戻るんですけど、その中でやっぱり記憶にあるのがね、湾岸戦争の時の掃海艇派遣のことの話とか、あるいは意外と目立たないんですけど、中国の89年の6月4日の天安門事件の後に世界で最初に中国へ入国したというか、中国をもう一回再認証したと、再承認した総理大臣なんですね。世界規模での外交などのいわゆる日本の歴史を作った一人だと